行きましょう、今日も。はい。早いな。早いですね。もう1週間経ちましたよ。てか、もうし3月ですよ。ねえ。早いですね。本当に、もう、ね、僕も、早いなと思います。この手の、まあ、1週間に1回、この手の話、ちょっと頑張ってやってるんですけど、はい。こういう話聞いてると、特に早く感じるでしょ。だからもう、スピードがね、あれ、もう1週間経ってんのみたいな。でもなんか、状況の物事の、なんだろう、展開も早いじゃないですか。うん、ね、びっくりしても2年ニュース記事でいろんなものが上がってきてから、いや、マジかと思いつつ、あ、やっぱり結局そうなっていくのねって、今日の話にも触れますけどね、もう触れちゃいますけど、言ってることが正しくもそうなってるじゃんみたいな。まあ、あのブログもそうなんですけど、これ、ね、はい、このチャンネル見ていただいてる方もそうなんですけど、はい、なんかこう、スピードが世の中っていうか、まあ、変化もそうなんですけど、スピードが早く感じるなっていうのは、その物の見方っていうのがある程度的確にそのまんまこう現実的っていうか、うん、そういったものが目の前に現れていくのが順調に進んでいってるんで余計早く感じるみたいな、ね、そうです。なんかもう本当にその通りに物事の本質が動いてきてるから、ああそうなんだみたいな言い方はおかしいですけど、ある意味預言者みたいなもん。まあやっぱり情報というか知恵というか、あ、ネットワークというか、うん、そういうのは大事ですね、うん、やっぱりね。情報がいっぱいあればあるほど、その時その時で状況が変わってきてるから、本当に。うん、いつものお話の通りなんですけど、今日初めていきますけど、はいはい、やっぱり、ね、いつものお話と一緒で大きなところなんですよ。で、大きなところの流れっていうか、うん、どっちへ行こうとしてるっていうか、どういうふうにこれからなっていこうとしてるのかさえ見ればね、うん、もうその新聞とかテレビ見たら目の前のことをやるんで、足元のことばっかり、うん、余計ああだこうだ専門家みたいなのが出てきてやるんで、わけわかりませんみたいな。もう、何を伝えたいのかわからなくなる状態は多いですよね、やっぱりね。そうでしょ。うん、だから、タイちゃん、まあ、これ見てる人もそうなんですけど、あの、うん、こういう話をいつも、なんていうのかな、インプットしていただいてると、テレビとかニュース、新聞見てたら何、はぁみたいな感じでしょ。あの、情報量が無駄に多いんですよね。物事起こってることって、もう正直シンプルじゃないですか。シンプルなんですよ。うん。イエスかノーしかないじゃないですか。でも、それがどうしても情報を拡散されて作られてる、メディアが作られてる部分があるから、その影響でもうごちゃごちゃな、ね、だから、すごいシンプルな話なんだよなっていうのはすごく思いますよね。まあ、私極めてシンプルに分かりやすく話しながらやってるんで、まあ今日も頑張っていきましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、今日はどんな感じでいきますか。ね、今日はまたちょっとお金の話をしたくてですね、そのお金の話をしたくて、あのシリコンバレー、はい、あの話題のニュースで話題のシリコンバレーというキーワードを作りたくて使いたくてですね。あのタイトルにシリコンバレーを使いたいからシリコンバレーのネタを話したいっていうのが一番大きいんですけど、とうとうですね、とうとうなっちゃいますね、シリコンバレー。うん、あのが経営破綻ですよ、まっちゃん。うん、あのね、これまずそもそもシリコンバレー銀行であんまりね、皆さんには馴染みがないんですよ。うん、で、私もそんなあんまり知ってないです。はい。無視してるような銀行じゃなかったっていうかね。はい。で、これ、まあ、あの、日本の銀行ってどっちかっていうと、投資銀行も、その保険売ったり、はい、預金をやったり、あれもやったりって、こう、ぐっちゃぐちゃに、こう、一つの銀行でいろんなことやってるんですけど、はい。あの、欧州もそうなんですけど、アメリカ、西洋の銀行ってね、結構その特化してる銀行さんが多いんですよ。いろんな特化をしてる、なるほど。うん、うん、その融資を出す先にしてもそうですし、債券、運用する債券とかね、資金のを調達して、預金者から資金を調達して、はい、その資金をの運用先ですよね。これを結構特化してる銀行みたいなのが多いんですよ。ああ、なるほど、なるほど。うん、で、まあ、このシリコンバレー銀行っていうのは、結局、まあ、わかりやすく言うと投資銀行ですよ。うん、で、最近、直近、どういうことをやってきたかっていうと、その、まあ、シリコンバレーっていう名前の通り、テック企業とか、あとは、スタートアップ企業っていうのが、うん、ああいう企業さんに向けて、結構、預金、その、法人で3000、4000ぐらいの企業を抱えてたん違いますかね。はいはい、ないかも分からんけども、まあ、2000は1000を超えてたと思いますよ。はい、うん、
で、これ、今回のこの、資産規模でいうと、どれぐらいだったかな、ちょっと記憶が、2100億か2100億、ちょっと切るぐらいかな、ドルで。だから、そうかな、そんな感じかな、ちょっと見て、多分2070億か2080ドル規模やったと思うんですよね、資産規模でいくと。ということを、日本円でいくと28兆円ぐらいなのかな、資産規模でいくとね。で、この破綻なんで、これね、はっきり言ってでかいよ、これ。うん、そこそこ。まあ、そうしたんだと、2020年末においては、約2090億ドルに達成してるってことで2100す億ね。ドル、28から29兆円の間ですよ。これ相当な規模。でね、これアメリカでは16番目、16番目ぐらいの銀行さんなんですけど、多分日本で言うと相当なものになりますからね、これ。うん。基本的に行くとね、これね、世界恐慌の本当の始まりですよ、もう。うん。これもほぼほぼ間違いないですよ。うん。その、いわゆるテック企業とか、そのベンチャー企業系ですよね、その IT 系ですよ。あの、IT バブルが崩壊した時の規模よりもでかいですよね、今回。これ。だからね、まあ、相当なことになっていくと思いますよ、これ。だってそこで基盤がね、もう揺れんじゃってるわけですからもんね、まずね。でね、これ相当な、本当は規模の破綻なんやけどね、今私見てるんですけどね、メディアがあんまり騒がんのよな、どうも。この規模破綻ってことだと、本当はね、もっとね、騒ぐんですよ。まあまあ、皆さんご存知の通り、メディアの反対行けばいいわけなんで、あの連中が騒がんっていうことはね、やっぱり裏にもっと隠れてるはずですよ、いろんなもあの連中はもう発狂したように騒ぎ出すっていうことは、なんともないことを発狂したように騒ぎ出しますからね。こんだけ静かっていうことはね、まだまだ言いますよ、これは。連鎖していくと思うんですよね。で、まあ、取り付け騒ぎみたいなことがね、よその銀行なんかでも起きてくると、やっぱり資金ショートしてきて破綻っていうのが連鎖していくんで、まあ、それを止めたいっていうのもあるんでしょうけど、そういう意図もあるんだろうけども、これまだまだ隠れてると思いますよね。まあ、まあ、端的に言うとそんな感じですよ。もう順調に、始まりましたねって感じだと。で、まあ、これ欧州にもかなり飛び火するんで、さあ、次はどこでしょうかみたいな感じになっていくと思うんですけどね。まあまあ、見てる限りアメリカで行くと、バンコクアメリカぐらいまでは行くんかなっていう印象ですよ。アメリカも、もう終わり、国が終わりだっていうふうにおっしゃってましたよね、まっちゃんね、この間。いやいや、国が終わりというよりは、やりましょうか。いつもの通りの、行きましょうか。でね、これアメリカ合衆国もそうなんですけども、イギリスもそうですよ。で、フランスもそうですね、ドイツもそう、日本もそう、韓国もそう、台湾もそう、いわゆる西側って言われてる国々はですね、もう誰に言うと、その国であって、中国もそうですね、その機能させてる土台っていうのが、マネーであったりとか、国際金融資本ですよ、何度も何度も言ってる。こういう人たちが発行するマネーであったりとか、そのこういう人たちが都合よく作るルールですよな。で、これにも国が全部乗っ取られてるわけですよ、単純に言うと。だから、まあ、選挙一つにとってもそうですよ。選挙というシステム自体が、そもそもあれは民主主義ですよねって言うけども、これみんなも分かってきたと思うけど、あんな民主主義じゃないですよってことなんですよ。そうでしょ？違う。そもそも、そのあのシステム自体がどうにでもなるようなシステム。うまくできますからね。ね。で、まあ、中国とアメリカも元は一緒なんですよみたいなことを言ってるのもこれと一緒で、結局、中国共産党っていうのも、あれも結局、アメリカが乗っ取られてるのと一緒で、そういう国際金融資本ですよ。もう何度も言ってる、そこにみんな乗っ取られてるわけよ。トランプさんが中国に宣戦布告してるというか、中国共産党を叩き潰すみたいな勢いでやってた時あったでしょ、大統領。まあ、今も実際大統領なんやけどな、本当は。あれっていうのは、この中国共産党とくっついてる国際金融資本のこと言ってるわけよ。だから、アメリカを乗っ取ってる国際金融資本と同じってことです、わかりやすく。で、もうちょっと、今日はもうちょっと、もっと、わかりやすくするために、いろいろ話しましょうか。だから、
イギリスが乗っ取られてるわけですわな、はいはい、まあ、うん、その前オランダっていうのがあったんですけど、ね、はい、うん、でイギリスが国際金融商に乗っ取られましたと、要はマネーで乗っ取られましたと、はいはい、でその後にこのマネーを使った派遣がアメリカに行ったわけやな。ですよね。はいはい、でこの派遣がアメリカを辞めて次中国へ持っていこうとしたわけ、で中国を、はいはい、中国共産党を使って支配し世界を支配すると、要はなんていうんだよ、小判ザメみたいな感じですよ。はい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 、小判ザメ、うん、そういうことなんです、はいはい、じゃあそれアメリカ中国がその要はいつからそんなことになってきたんかっていう話になってくると、はい、だから前も言ったようにここ20年ほど一気に経済成長したわね、あれもドルを使ったわけね、この国際金融資本の、はい、そうでしょ、はいはい、うん、クリントンとかね、クリントンの旦那さんの方だよね、うん、あのクリントンとかブッシュとかね、うん、はいはい、でまあそのあれあれ誰やっけ、あのオバマさんか、はい、あの辺りまでがずっとそんな感じよ、これもう、はいはい、それが一気にひどくなってきたって感じだな。からどん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 、うーん、でそこへにトランプが2016年に出てきたわけでしょ、うん、で2020年まで大統領をやって、この時はに、はい、なんていうかな、2016年あたりからトランプさんが出てくるっていうことは、もうこういう国際金融資本ぶっ潰すぞと、はいはいはい、いうことでトランプさんが出てきてるわけな、はいはいはい、だからそのトランプさんがそういう力を持った人なんかとかそういう話ではなくて、トランプさんを担ぎ上げてる、まあ、勢力じゃないけど地球軍っていうか宇宙軍的な、まあまあ分かりやすいと世直しですよ、世直ししようかと、そろそろっていうような力が働いてるわけですよ。うん、だから、まあ、2016年あたりからね、うん、で、まあ、実際問題ね、トランプさんが本当に国際金融資本をぶっ潰すって感じで、うん、トランプさんが中心になってやってたらトランプさんも生きてないですよ、そもそも。うん、殺されてないってことはそういうことなんですよ。うん、対等してる、うん、国際金融資本と対等した力がそこにあると。そうですね、だから殺されないってことですね。なるほどね、うん、だからあの人な、テスラの何だっけ、あの人、あのテスラの面白い人、ツイッター買収した人、イーロンマスク、イーロンマスク、イーロンマスクさんなんかも同じですよ。あんなことやったら殺されますからね、うん、ほぼ、うんうん、無事でいられるっていうのはそういうことですよ、うん、裏につながってるものがあるってことですよね、うん、はい、でまあアメリカ の、その2016年から2020年までトランプさんが大統領をやりましたと、はい、でまあ2018年あたりぐらいからかな、あのプーチンさんと話をしてね、うん、はい、もうこれで終戦やと、要は冷戦構想終わりってことですから、はい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 、アメリカ、ソ連対 VS アメリカ、はい、続いてきたこういう冷戦の構想終わりで、はい、まあ、一緒になって国際金融資本をぶっ潰そうと、うん、いうので手を組んだわけですよ、2018年前ちゃうかな、うんうん、で、まあ、その後不正選挙ですわな、2020年、うんうん、あの偽バイデンバイデンジャンプっていうんか、うん、あれが不正選挙に出てきたわけよな、うんうん、でその後にトランプ派っていうかトランプ支持者ですわな、その人たちが、はい、国会議事堂で騒ぎ出して、でわーなってどうだこうだってやってましたけど、はいはいはい、あれも今回嘘でしたって全部暴露されたわけでしょ。うん、だからもうね、なあ全部嘘よねみたいな、演技かな、やってるってことですよ、うん、まあ、はいはい、まあ、まあ、それでいいんだけども、でまあそんな感じでね、順調に壊れていってますよって感じですよ。うん、本当でね、じゃあ、ああこれも出てくるのは、あの911なんかもそうよな。あ、これちょっと話してるけどね、はい、私ね、あの911ってね、はい、あの、うん、貿易センタービルに飛行機突っ込んだみたいなやつとか、はい、ペンタゴンに飛行機突っ込んだみたいな、はい、あの時私ね、ミクロ列車のポナペっていうとこ魚釣り行こうと思ってね。そうですね。で関西空港から、まあ、グアムっていうとこ経由するわけよな。ああ、グアムに行かれ経由してね、ポナペコスラやったから、いつも釣り行こう思ってね。ほんで、あの、グアムに着いた途端に、あの、911だーって。おー、グアムで911ですか。わー。そう、ほんで、あそこで、1週間ほど、もう、ね、ポナペ行くか、ミクロネーシア行くはずが缶詰にされたっていう記憶がありますよ。で、まあ、あと311、これ東日本大震災か。うん、あの時は、インドネシアのフローレンスに魚釣り行こう。行くというか、まあ、行って、で、帰りにね、まあ、航空地の安い航空会社使ったんで、台湾経由だったわけな、台北。
台北に着いて、台北の友達、釣り仲間なんかとそこで一泊して、お酒でも飲んで遊ぼうと思っとったら、その日に東日本大震災が。じゃあ日本に戻ってこないじゃないですか。そうです。だから食堂というか、この飲み屋のテレビで、お前んとこの国大変だってなってたから、今思い返すと、なんとか感慨深いっていうか、今といい、なってはついにね、日本からいないときになんか怒ってますよね。今となっては911もあれもね、自作自演っていうか、イスラエルというか、ビンラディンぶっ潰すみたいな、種に自作自演みたいな話あるし、油をかっさらうためにね、とか、311？これも本当はどうなの？みたいな。福島県っていうのがね、会津の松ですから。で、清和会、自民党清和会の出は明治維新から言うと長州ですから、赤松と会津藩と長州藩ですからね。こういうとこを全部見ていくとね、そういうことなんでしょうな。こう始まりです言いませんけどね、いずれ表に出てくるでしょう、こういうのも。はいはいなんで、原発っていうのも結局、その日本のその沿岸部っていうかね、海岸沿いに原発たくさんあるんですけどね、言ったかな、汚い仕事っていうね、なんかね。なんか、それは聞いてないですけど、なんか、ありますよね、こ聞いれて。もね、廃炉というか、撤去というか、できないようにさせられてるんだよな。要は、原発を海岸線沿いに持ってたら、原爆撃ち込まれ、核兵器撃ち込まれんかってもやられるんですよ、あそこ狙われたらもう。通常兵器でね。だからね、ああいうのも原発もひっくるめて、もう一回ご挟んですわ、これ。だから、明らかに、もう、得たもんを稼働させんとこっていう世界入りますよ。まだ人類の手でどうにもこうにもできんもんをね、使って、その発電とかね、もうこういう世界じゃないと思うわ、これ。もっとなんかほんの地域の中で何とかしていきましょうみたいな世界入りますよ。ちょっと話がだいぶそれてるけど、今日はあんまり話ないですよ。要は本当に順調に壊れていくと思うんですよ、金融は。ドミノ倒しっていうか、ナイアガラの今滝も順調にいってるっていう段階でこうですよね。入り口ってことですよね。だから、もう何も言いようがないです。もう順番にナイアガラの滝みたいな なっていきますよ。連鎖しなんていきかあれですよね。なんか日本の金融システムはなんかまだ安全だっていう、なんか影響を呼ぶ可能性は低いと述べてますけど、でも実際影響出てきてますもんね、やっぱりね。ます。テレビ新聞がそう言うってことは、その逆ってことですから。可能性が高いってことですよね、逆にね。高いじゃなくて、ほぼ間違いないですよ。ねえ、本当にね、なんたか。だね、私何度も言ってるんですけど、この次一回円高来ますからね。ドルもユーロも世界中のマネーが日本に一回逃げてきますから、まだ天井まで登ってないというか、クラッシュしてないというか、で、日本は周回遅れですから、必ず日本にマネーが引っ張ってきますからね。一時は円高来ますよ。もうそれがいつかとは分かりませんけど、もうそんなに長く時間かからないと思います。で、円高来てまたすぐ下がるって感じですか。で、日本に集まったドルが円になってるわけですからね。そうでしょ？ドルもユーロもね。これを、潰しますよ、っていう感じ。だいぶ今、あれですよね。133円前半と円高がもうすでに積んでますもんね。どんどん着々とね。5円、6円、うろうろしてたから、2、3円ぐらいの円高か。もう上がってますね。これも一回ね、今回のこのシリコンバレー銀行バンクの破綻でね、今の時代、情報スピードが速いんで、円高も円安も一気に動くんですよ、もうとにかく。で、この銀行の破綻もそうなんですよ、情報が速いから、資金の逃げ足も速いんですよね。だから、資金ショートっていうか、一気に起きてしまうっていうのが今の時代、この特徴ですよ。だから、昔の日本のバブル崩壊の時の、その拓殖銀行の破綻とか、山一証券の破綻とかね、ああいうのって結構隠せてたんですね、人たちには分からないように、こう、なんていうかな、段取り踏みながら。
いや、全然なんともないですよ。いや、全然なんともないですよって、ある日突然朝起きたら、パタッ、はい、こういうことだったんですけど、今も情報モデルに出るんで、うん、ちょっとまずいなと思うと、もう1日です、うん、銀行の破綻なんてね。はい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 。今回そうやったわけですからね、現実ね。そうですね、そうですね。基本的にあれですよね、2008年にも一回同じようなことが起こってるんですよね。うん、そうですな。うん、ワシントンミューチュアルところで、総期間3070億ドルの破産に次ぐ2番目の規模らしいです、今回。そうです。だから今回はもうリーマンをはるかにしのぐというか、うん、そんなあんなもんじゃ、だから要は、ね、そうですよね。要は地域的とか、国的とか、うん、あとは業界的とか、うん、いうところで止まんないですよ、今回のはもう。今回はだって、もう全体規模の話だからこそ逆に話題にできないぐらいでやばいんですよね、多分ね。まあまあ、やばいってわけ、やばいとは言ってわけじゃない。まあ、まあ、一回これやめましょうかっていうだけの話なんですよ。うん、で、まあ、いつもの通りの感じ、愛ちゃんに前は、私にこういうときいつもはじゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうかみたいなこと言え言ってくる。大体分かってきた。これもいつも通りの話ですよ。まあ多少ね、今日はちょっと生々しい系じゃないけど、俗っぽい系。生々しい話をしますか今日は。いやいや、俗っぽい系の話をしておくと、はい、ちょっとね、自分自身で皆さん何らかの準備はしておいた方がいいと思いますよ、これ。例えば。で今回例えばどんな準備ですか。いやそれもみんなで考えてもらうしかないんやけど、あまあだから要は銀行さんなんかがその破綻した時っていう破綻前っていうことに備えてその取り付け騒ぎっていうのも起きてくると思うんで、多少の現金っていうのはもう用意しておくっていう感じかな、うん、要は引き出せない時が来ると思うんですよ。なるほどなるほど、今の銀行って昔と違ってやっぱり ATM とかね、はい、うん、ああいう機械化されてるんで、はい、だからやっぱりシャットダウンされる時は来ると思うんですよ。はいはいはい、はい、うん、そんなに長くは続かんと思うけどね。だから一時的に、はい、もう何日かでいいよ、一月ぐらいとかね、どれぐらいをしのげる、うん、まあ、会社なんかやってればね、もうちょっと少し、うん、余裕を持ってある程度現金ですよ、うん、これを確保しておくということと、うん、あとまあもうこれはもう間に合うか間に合わぬかは別として、多少現物本当金とか銀、うん、これに少し変えておくと。変換しておくってことですよね。ただ、まあ、うん、ただ金融破綻みたいなことが起きると、お金に換算すると、どっちも崩れるけどね、金も銀も。もう全部同じなんで、そんな、お父さんも。全部がその崩れになりますから、はいはい、ただね、お金に換算、マネーに換算するからおかしくなるんで、はい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 、金とか銀っていうのはそれだけの価値がある。そうですね、それだけ価値ありますよね。うん、うん、でマネーっていうのはただの紙ですから、何遍も言ってるように、はいはいはい、これは本当の価値がなくなるときには一気になくなりますからね。はい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 、だからそ、ね、極端じゃなしに、そのもう五章を守りのようにマネーが大事だっていう感覚じゃなしにね、前にも言ったようにインフレがもう 4% 5% のインフレになってくるわけですから、うん、100万円あれば1年で4万円5万円、ね、目減りしていくわけですよね。1年後に100万円が95万円になってるわけですからね、うんうんうん、そういう感覚を持って、で2年それやると90万円になるわけでしょ、うん、そうでしょ、そうですね、だからそういう感覚を持ってその何かにシフトしていくってことは大事なんかなと思いますよ、うん、でまあそれと、まあ、何回もこの動画で言ってるけど、自分のやりたかったこととかね、うん、本当にやりたかったことだよね、趣味のこととかね、はい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 、そういうことをやりたいなっていうことに今の何かを買うんであれば今のうちやっておくというのがいいと思いますよ、その程度ですけどね、うん、今のチャンスってことですよね、はい、ただね、金ゴールドはねちょっと異様なほど買い込んでますからね、どこの中央銀行も今、うん、今年入ってから特に動きが大きく見えるな、活発的に金は買い、あ、金買い込んでますね、うん、ということはそういうことですよ、単純に、うん、もうドルじゃないと、うん、今中央銀行もゴールドをしっかり持っておきましょうみたいな方向で動いてますからね、うん、まあそれは間違いないと思います、うん、ただ今9000円のゴールドが日本でグラム9000円とかね、今いくらか知らんけど、それが暴落して3000円になったって、うん、それはそれで価値があるわけでしょう、うん、まあ確かに、ね、まあそれは物というのは間違ってないですから、変わんないですからね、価値が、うん、そうですね、うん、無関心は、はい、
ゼロって言われたらゼロになっちゃうんで、これ。なくなったら、ああ、終わりです。さようならみたいな状態ですもんね。はいはいはい。ちょっとまあ、でまあ、今日の話は、なんか、主題が大きめてやってかんとあれだけど、まあ、これに関しては現実味を帯びてきましたっていうだけの話ですよ。はい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 、はい。それだけの話です。そんだけの話なんだ。はい、うん。で、これだけでそんな1時間話せないよ。そうですか。いや、なんか、まあ、あとはそうですね。まさかこんな早くシリコンバレーの話が終わるとは思わなかった。想定外でした、今日は。はい。別に、あの銀行が破綻なんて、その何の理由もないですよ。要はもう、金利ですよ。単純な。うん。金だけ金利上げられて、うん、情報スピードの、あ、早い、今の現代の世の中で、うんうん、要は資金が一気に流出したらもうアウトってだけの話ですよ。はい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 。だからこれはもうなるべくしてなってるっていうか、そういう方向で行きましょうっていうだけの話ですよ。うん、そのお金に関して、まあ、この前の税理士さんの動画でも見て、すごくその融資を受ける受けないとかっていうのがあの話があったと思うんですけどね。で、その時にすごく僕印象的に残ったのは、皆さんも多分見て再生見て印象に残ったのは、その8000万とか借りた時の実情っていうか、実際のところ、あんま価値がないって話をされたのと覚えてます。要は、お金をいっぱい借りたのにだけど、結局経営をそんな見てないっていう銀行っていうのは、ただ借りるだけ、借りて、貸して、銀行移動するから逃げるって話されたんですけど、生々しいな。生々しい話なんですけどね。で、今回、ただ銀行絡みの話があったのって、それも、こういうもんだよっていうのがあれば教えてもらいたいっていうのが本音があるんですけど。いやー、これね、このチャンネル爽やかなチャンネルなんで。爽やか。でも、あの、税理士の話、爽やかじゃなかったですよ、全然。いやいや、だからたまにああいうのも。ああ、まあまあまあ、これは、そうか、これ僕との対談は爽やかな。爽やかな綺麗な会話をしたいと。いや、未来に向かって明るい話ってことですか。はい、うん、まあちょっとだけね、お話しとくとね、うん、まあ言い方悪い言い方すると、銀行の鬼を務めないと見とったら怒らんといてね、はい、公務員みたいな感じなんですよ、銀行員さんって。どっちかっていうと、うん、臨機上げてね、本店なんかと支店の担当者さんも本店なんか戦ってはくれるんですけど、うん、基本的にあれもお上からのお達しとかね、うん、でまあその時々の流れがあるんですよ、うん、この融資、うん、資産を増やすっていうのは、お金を貸し付けるボリュームを増やすタイミングの時と決めるタイミングの時っていうのがやっぱあるわけ、はいはい、うん、だからこれは我々では基準は分からないんですよ、うんうんうん、なんでその対応、そういう流れっていうのがあるわけ。不動産なんかでもそんな、うん、どんどん融資してくるとき、突然締め出すときがあるわけな、うん、だからそれによって、その株式も不動産もそうなんですけど、融資がある程度金利が低くて、融資がじゃんじゃん出てくれば、相場は上がっていった、安定して上がっていった、うん、はいはい、うん、それが逆に締め出すと、融資が受けれないですから、資金調達できないってことになりますから、うんうん、そうですね、それと物が売れなくなっていくわけだ、はいはいはい、物が停滞していくっていうことは、売り急ぐ人なんかも、二足三も買い叩かれることになる、うん、そうですね、はいはい、そういうことだけの話ですよ。うんうん、で、あとまあ、まあまあ、担保主義っていうのは、いまだにね、日本の銀行、もう担保持ってなかったら貸しません、うん、根強くあるわな。でも担保なくても貸してくれる例がこの前あるとこ言ってませんでした、デイリーさんと話してて。いや、それは僕には聞かんといてください、ね。あれを見たら、生々しいものがみんな好きなんだなっていう人間の差がっすよ。気持ちの部分ですよ。で、そうするとですよ、未来に向かっての話をしますよ。このね、大体未来に向かっての話ですから、結局人間って生々しい感じを持ってんだなってのはすごくありますね。なんか今更この新しい時代に向かってかもう入ってるのに、そんなね、はい、今頃銀行から引っ張り出してどうとかこうとかっていうのはあんまねみたいな、まああんまちょっとないと思うわ、これからは。もうそういうことが、うん、うん、ないしね、なんていうのかな、もうちょっとね、はい、もうそら銀行のスタイルがどう、日本の銀行のスタイルがどうなるかこうなるか僕には分からんけど、はいはい、やっぱね、地に足つけたね、本当に、はい、うん、もうその地域というかね、人々というか、うんうん、そういう人たちに喜びを与えるような綺麗だめっちゃ綺麗な言い方だ。いや、
いや、もうそれしかないんよ、これ。だから結局、だからまっちゃんがよく言ってる、なんだろう、世の中のあり方とかで、その先だったりっていうのも、やっぱりいろんな、やっぱりしがらみだったりとか、いろんな悪い悪知恵が働いてるやつがあまりにも多すぎるんですよね。もう日常生活においてもね。そこをきれいにしていくよ、クリーンアップしていくよねって、そういう世の中だよねって話なんですよね。その話おもろいな。あのね、はい。まあ、その国際金融資本がどうとか、そのヨーロッパ、欧州、まあ、アメリカにも、まあ、世界中にあっちゃこっちゃにおんねんけど、その王族貴族っぽい人たちですよね。貴族っぽい人たちですよ。で、こういう人たちが世界を支配して、国ごと乗っ取って、金融も乗っ取って、どうしたこうしたっていう話ってあるじゃないですか。ありますね。あれってね、ピラミッドの形を想像してもらったら分かるんですけど、これね、どういうことになってるかっていうとね、一番上のてっぺんのところから流れというかシステムというかそういう、なんていうのかな、構造そのだけを作ってしまえば、悪気もは持ってないけども、そういう流れに行く方向の人たちがピラミッドの中間のところら辺では出てくるみたいな話。真ん中ではね。わかりやすく言うとね、マスク警察みたいな感じ。マスコミ。マスク警察っていうか、なんて言ったらいいかな。要はなんていうの、上の方がそういう構造でこうですよみたいなことを、それと同じように、なんていうかな、吹き上がってそっちへ流れる人たちですいる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 。まあ、一定のマスとはそうでしょうね。よ。だからこれも、その人たちは悪気あるんかないんかがようわからんけど、そういうことに加担してしまってるってことになるわけそうやですな。よね。結局、上の流れに加算しちゃってますよね。で、このお金の話も一緒でね。その途中にいる人たちが銀行とかサラ金とか、まあいろんなものがあるんやけど、まあ一般的なその事業をやってる人もあるんやけど、要はそれに踊らされて同じことをやってるみたいな。なんて言ったらいいの同かじな。ことやってる人多いですね、基本的にね。だから自分たちで自分たちの首絞めてますみたいな感そじ。れ意味ないですよね、やっぱり。わかるでしょう。わかりだます、わかりから、ます。このピラミッド構造さえ作ってしまえば、勝手にこう、ピラミッドの真ん中らへんから下が動くみたいな。そう、勝手に自動化だから疑いもしないんですよね、多分ね、みんなね。そういう話なんそれ。だから、私の、この動画も、チャンネルのお話の趣旨としては、まあ、全部が全部そうならなくて、全部っていう自分の中ね、自分の意識。意識は限りなくピラミッドの外にいましょう。ただまあ、やってることっていうのは社会性っていうのはね、その全く世捨て人みたいなわけにはいかんので、まあ、そのようなことをしてますけども、自分の意識は外にあるんで、周りもそのような人たちばっか集まりますよね、みたいな。そういうことなんですよね、言ってるのは。だから、エジプトのピラミッドってあれ宇宙人作った、宇宙人って言い方おかしい。宇宙人って言い方わかんないけど、あれでも、もともと、このピラミッドっていうのはみんな作り上げていった感じですもんね、あれはね。だって、作り方とかそういう歴史をたどればわかるんですもんね、どうやってきたのかっていうのは。自然でできたわけじゃないしね、あれは。まか不思議な部分が多いですよ、やっぱり。現代のこの人類では進化はしてた人類があったっていうことですよ。で、それがまあ、その知的生命体が違う星から来たのかどうなのかは別として、同じ地球の中でも軸を超えてるのか、宇宙の中で違う星の生命体なのかっていうことは、まあ、軸を超えてるってことだけどね。まあ、そういう知的生命体が作り上げたもんなのか別としてね、あのピラミッドの形そのものが、この世の不幸の始まりみたいな。不幸の始まり。なるみほたど。いなもんですよ。また頂点からこう、どんどん大きくなって、下にあるって、こういう形ですもんね、本当にね。だから、あの形さえ作り上げてしまえば、上から眺めたときにはどうにでもなるってことなんですよ。ルール変更したいだけの話ですよ。で、そこにマネーっていうもんがくっついてるわけですから、そのために右往左往する人が中間におるわけでしょう。そら、いかん、どうにでもなりますよ。近いところで言うと200年ほど、長く言うと2000年ほどやってきたわけですが、これがまあ、このピラミッドがガバン、ガタガタガタと崩れていってるって感じですよ。崩れていきますね。そんな感じですよね。だからね、本当お金っていうか、マネーに関しても、ちょっと少し違うところへシフトしておいてくださいね、みたいな話と一緒で、やっぱり意識を
と外に置くっていうのはすごくいいですよ。本当になんか毎回このピラミッドの例を出してくらいですね。わかりやすいですね、ピラミッドが一番ね。結局みんな集合体だっていう意味だと、すごくあれがわかりやすい。全員がイメージしやすいじゃないですか。結局頂点がいて、僕らが実際真ん中にいる人たち。で、もっと仮想になると、それが一般的な本当に何も考えない人たち。で、何も考えてない人たちは、やっぱりそのままやっちゃうと思うんですよ。上の指示に従って。でも、真ん中の層の人たち。だから僕のチャンネルと違ってと、真ん中の層の人たちなんですけど、見てほしいのは。その人たちは、逆に上の意見に踊らされないで、自分の、なんだろう、意識をちゃんときちんと見て、やってほしいなっていうのは思いますよね、やっぱりね。まあまあ、世界的な地球規模で見ると、私がやってるピラミッドって真ん中っていうのは国の総理大臣とか、大統領とか。なるほど。なるほど。だから、雇われ社長みたいな。雇われ社長ですね、みたいな人が。はい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 。地球レベルで見るとね。だからまあ、それ以外はみんな庶民的なもんですよ、大体。まあ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 。逆にじゃあ、僕らみたいな下の一番庶民、まあ国的な全体規模だったら、一番地球儀みたいな地球の根本があって、で、国があって、で、まあ一般庶民があって、だから国がいろいろといじっていきますけど、僕らの下のそのから上から降りてきたものに関して、これが本当に正しいのか正しくないのかっていうのは、機械主観してみろって話ですよね。あ、これ話が面白くなってきたな、またこれ。僕はそう思っていて、今のはまっちゃんの話を聞くとね、結局、ミラビット型だから、こそこの上の段階は変えられないけど、それは仕組み化されてても自動化されちゃってる部分がある。もう抵抗できない幅がある。でも、個人個人っていうのはそれを理解すれば、全然楽にもなるし、見え方も変わるし、生きるの楽になるし。うん、だからね、やっと本題に入ってきたけど、もう時間がない。その構造っていうかが、はい、そういうのがもうそう決まってるんだから、私たちは抗えないというか抵抗できません的な話じゃないんですよ。でも抵抗する人もないわけよ。あ、僕は要は抵抗する概念が間違ってるってことか。なるほどね。じゃなくて仕方するってなってたら、はい、もう無視、はい、学校教育もそうでしょ、何べんも言ってる。学校教育とか、はいはい、そうですね、価値とか、うん、あ、なんていうかな、その他もろもろなんだらかいっぱいあるわけですけどね。はいはいはい、まあまあ、あと例えば食料一つもそうですよ。はい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 。例えばスーパーマーケットで買うもんだと思い込んでる私がいますみたいなとかね。はいはいはい、あと電気は何ちゃら電力から買うしかありませんと思い込んでる私とか。はいはいはい、なんか、なんていうかな、少しでもこの外に出ようと思ったら全然出れるわけよ。でも、勝手にそこでしかできない、生きていけませんと思い込んでるのが、だからこれ、どう思ったらいいのか、もう無理は分かりませんみたいな、ちょっとことだよ。だから、学校行かんかったら、学校行かんかったも、どうにでもなりますね、みたいなもんで、会社行かんかったら、会社行かんかったも、自分でなんかやればいいんだけど、みたいなんとか、ね、公共交通機関とか乗り物って別になんか制限かけてるわけじゃ、かけられてるわけじゃないんで、まあ、便利なもんでどうってことないわけですけど、何かをするためにはごっつい制限かけられてるやつってあるじゃないですか。あらあらあら、いっぱい世の中いっぱいありますね、制限かけてるのね。だから、うん、特にね、これからはね、本当これね、食料、はいはいはい、もう建物はだいぶ変わると思いますよ。もう、もう自分でプランターやってる人多いでしょ。もう自分のベランダ、家のマンションのベランダとか、家庭菜園みたいなやつ、プチトマトなんか簡単にできる。ああいうもんひっくるめてスーパーで買うしかないですねって思ってる人、はい、少なくなると思うよ、これ今回は。はいはい、うん、本当に、うん、そこが変わってくると全部変わるん違います。魚、お魚は自分で取りに行きますとか、うーん、そうですね、貝は潮干狩り行ってきましょうとかね、はい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 、まあ、ひょっとしたら分から、自分のご自身の自宅でね、ちょっとした水槽、うん、いけす、うん、だから今お金があるんだ、どうせ使わないものがあるんだったら、なんかにそういうのに資産移転するとか、投資したらどうですかっていうのも、こういうのもいいわけよな、いけす。はいはいはい。自分の家の庭にいけす作るみたいな。はいはいはい。で、魚養殖するとか。はい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 。貝養殖するとかな。貝養殖ね。はいはいはい。貝、シェルね。ああ、貝ね。はいはい。だからそういうの面白いよ。はい、本当に。いや、笑ってるけど、はい、あのね、うん、本当の味ってこういう味するんだっていうのを、ね、あ、本物の味ってことですね。
お野菜もそうですけど、皆さんそうですよ。うん、もう、うん、農薬使わないね。なんていうのかな、自然栽培みたいなやつ。はいはい。ね、うんうん、ああいうのってご自身で作ってご自分で食べる場合やったら、それで十分なんで。まあ確かに、うち、親父が作った、意外とその都内に住んでますけど、都内にあるんだけど、レンタル畑みたいなところで借りて、うん、自分で作り始めてるんです、うん、親父が。そしたら、うん、それ食べるんですけど、美味しいっすよね、やっぱりね。でしょ、うん、うん、美味しいですよ、本当に。だからまあ、まあ、ある程度、まあ、肥料農薬っていうのはなあって、もう僕はね、これから使わん方向に向かうと思うわ。自然農法っていうかな。世の中の全てが、もうなんかそういう、なんだろう、今はもういろいろ便利になりすぎちゃってる部分もあるじゃん。もちろん便利なのは残りますけど、でも、うん、やっぱり口に入れるものぐらいはシンプルなままにしたいっていう層が増えてくると思いますよ、これから。そう、やっぱり。だから自然農法ってことになるとね、その土が超えてないとやっぱダメなんやな。はい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 、はい。これ。そうですね。要は果物もお野菜もそうなんですけど、はいはい、生命いただく源っていうのは、まあ私太陽の話前しましたけど、はいはい、超えた土っていうのがああいう、なんていうのかな、美味しいものとか栄養のあるものをしてくれるわけよな。はいはい、だから本当科学的なね、肥料とかね、肥料とかそういう農薬を使って、はい、あれって、土を殺してるんですよね、うんうんうん、殺した土に無理やり肥料を与えて、うん、そ大きくしてるっていう状況なんで、うん、もうこういう世界じゃなくなっていくと思うわだから僕が前にも何回も話してるんですけど、地域で地産地消っていうことにもなっていくし、うん、地産地消の手前っていうかな、地産地消の手前はご自身で作ってご自身で消費する、はい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 、はい、うん、で魚なんかもご自身で捕まえ取ってご自身で消費すると、うん、はいはい、そうですね。でこれがね、うん、多分ね一番豊かな生き方、だから気持ち的に豊かだよね。なんかその自分でやったっていう気持ちにもなるし、それがもらえるし、やっぱり全部つながっていくんですよね、やっぱりね。多分人にとって一番豊かな、それは自分でも思いますもん。やっぱりその結局誰かから与えられたっていうよりかは、やっぱり全部自分が素になってやっていくっていうのが一番本当はいいと思ってます、僕も。でまあ、さっき言ったそのなんちゃら電力の電気の話もそうなんですけど、はい、まあ季節的に春とかね、はいはいはい、秋とかこう気候のいい時やったら、はいはい、電気使わないでろうそくを使ってね。ろうそくですか、はいはいはい、ろうそくで、ご家族で、うん、自分のその作ったお野菜と釣ってきたお魚で、あのなんていうか食卓を囲むみたいなとか。電気代も高くなるって言いますしね。電気代が高いだけじゃなしにね、そういうろうそくの光的な中で一回ね、そういう自分で作った食べ物とか取ってきた食べ物をね調理して食べてみて、全然また違うんですよこれ。あ、そうなんですね。なるほどなるほど。幸せ感が。幸せが全然違うんですね。はい。極小の調味料で、変な味付けないでね。はい、うん。で、そういう中で、その、なんていうかな、スマホも見ない。うん。なんていうかな、この友達とか家族と、この極上のお話をしながら。でもそれが一番幸福で幸せなんですよね、本当はね。だからもうね、しがらみとかいろいろとあるんですけど、やっぱりその開放的になるってのが一番いいですよ、本当に。なんか全て自然と一体に解放するのが一番いいかなと思います。こんな感じは、ね、自分が自分で何かをこう形作って知恵と体力とか労力で何かをこう得て、で自分たちの手で作り上げたものでその食卓みたいなものも作ってしまうみたいな、テーブルから全部みたいなって味があるんですよこれって。うん、言葉にもできてなんて言うんだなこれね。うん、だからそこにね、LED の明かりがピカーってつくとね、味がなくなるわけ。はい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 。ろうそくの光でね、うん、なんかこう豊かな生き方やなと思うよな、そういうのが。うん、だからそれってじゃあ別にお金必要なんですかみたいな話。いや、そんな必要じゃないですね、お金はね。これっていることって時間ですよね、こういうのつけて。はいはいはい、はい。火を起こして料理するもそうですけど、はいはいはい、時間は必要になるよね。はい、カチッとひ、ね、ガスコンロをひねればガスで火が出てくるわけじゃないんで、火を起こさなあかんわけですからね。こういう生活いいよ、もうそろそろ、本当。そうですね、うん。だから、何度も言ったお話じゃないんですけど、まあ、会社員の方であれば、今、ね、ご自身の年収っていうか、収入っていうかね、はいはい、実際こう、じっくりと考えてみて、
変な、なんか、なんてシステム構造っていうところに何かお金を払ってないですかねみたいなことなんもか、い考や、えてなんる。かね、お金をね、稼いでる人ほど、ある程度、まあ、大手企業で働いちゃってる人ほど、そういう苦しみはありますよ。なんか。でしょ？今、社会保険料と厚生年金、税金入れたら47%、48%ぐらい持っていかれますそう。か？なんか、気持ち的に、もうちょっと開放的に、もう今のままでいいんじゃねえのって思うのにかかわらず、みんな、頑張りすぎちゃってるのはダメ。本当に思う、これは。ここね、大チャンスなんで、今回、入れ替えま本し当ょに、だから要は自分の精神も全部う。含めて、入れ替えないとさ、もったいないと思いますけどね、本当にね。だから、無駄に入ってるがん保険とかね、無駄に入ってる医療保険、まあ多少はいるやろうけど、事故、交通事故あったりすることもあるんで、本当にね、病気にならない生活とかね、生活習慣してたら、本当病気にならないんで、本当ですよね。だから、変なもの食べて病気になってがん保険払ってますっていう、なんかますますわけのわからんことになってるんで、これ。まあ、そこちょっと見直した方がいいかもわかんないな、もうそろそろな。いや、僕もそれはすごく思いますね。私はまだ今日もわけのわからん話になってますけど、まあ、いや、そんな魚釣り、ちょっと自分でお魚釣って私も食べたいわっていう人は声かけてもらったら私連れて行ってあげますから。そういうツアーをやりましょう。逆に大阪ツアーでもう釣りツアーっていうのをやりましょお魚自分で釣って食べましょうみたいで、なね。もう釣りツアーをもう断行しましょう。で、いろんな知り合い呼んで、そこでやりましょうよ。本当にやってて、船買ったわけですから、もいや、本当ね、その漁業者ですよ、漁業やってる人からしたら、やっぱり今、油代高いですからね。で、不漁だとかね、サンマが取れないとか、サバがどうだとか言ってるけど、あれ、基本的に商業ベースの話なんですね。油代とその人件費やってみたら合わないですね、みたいな話。流通っていうのもあるしね、要は。これはお野菜も一緒なんですね。こう、その農協があって、見た目綺麗じゃないと取れませんとかね。どうでもいいんですけどね、正直ね。だから、これもひっくるめて自分で食べる分だけ取ってこい、釣ってこようとか、育てようって言ったらどうにでもなる話なんだと思う。なる話なんですよ。そうでしょ？そこに世の中が不良、魚が取れなくて、サンマが不良だとか、そういう話もないわけ。そんなのやっぱり使うものと釣だっっていきまて、しょうみたいな。食べてやるんだったら別にそこまでいらないはずなんだけど、みんな、便利な方に走っちゃうんですよね。だから、あんな国際金融市場のバカみたいな連中が肉食うなって、さっき声高に叫ぶんやったらね、どう、私らそんな食べませんよ、もうお魚でいいですから、回答。そう、わかるわかる。お前、ね、牛食べるな、鳥食べるなって言われて、その代わりコオロギ食えって言うんだったら、いや、私ら魚釣ってきます、みたいな。これでいいわけですよ、そんなもん言うこと聞かんでも。本当でですよすね。ね。本当にそうだと思いますね。農薬を使ってないお米とね、農薬を使ってない農薬肥料を使ってないお野菜と、で、釣ってきた魚と、お味噌汁と、今もう私たちハッピーみたいな。もうそれでいいん違うもん。本当いいと思います、僕も、それで。それ以上何がいりますかみたいな話な何んでもいすらよ。ないと思います。でしょ？そんな感じちゃうんかな、これ。そうですね。もう今日のまとめをいきましょうか。まとまってないけどな、ま全とまってる。ま然。何た。の話してるかさっぱりわからんけど。いや、最初はシリコンバレーの話の金融機関で言って、もうこれはもうどんどん経済的には、前半はそうですよ。前半のまとめ言うと、これはもう金融、もう順調に破産が始まってますというのが、まもう世の中の作りじゃないですか。今日愛ちゃん元気な、なんか知らんけど。今日は昨日ね、久しぶりにリフレッシュしたからです。まあ、もう終わっていくもんをね、ああだらこうだら言っても仕方ないんで、もう完全にクラッシュしていきますからね、こういう国際金融資本的な話っていうのは。もう本当にいつもの話ですよ。新しい自分になっていきましょう、みたいな。金融側のクラッシュとともに、その暴露話、デグラスっていうか、こういうのも進んでいってるんで、どこまで今回は、その真実的な、事実的な話っていうのが出てくるか分からんけど、まあ今回ひょっとしたら UFO 的な話とか宇宙的な話も多分出てくると思ってんのよ、僕は今回。なるほどね。UFO 的な、宇宙人的な要素が入ってくると。なるほど。宇宙人的っていうか、UFO 的っていうか、お月さんってあれ、自然じゃないですよねとか、あれ、誰かが作ったんじゃないのみたいな話まで今回は来ると思うんですよ。だから、
かつて私たちの祖先も地球は平面やと思ってたわけですからね。あ、丸いって思ってなかったわけよな、みんなが。これが丸が常識になったわけですから。いや、お月さん誰偽物なんじゃないのみたいな話も分かってくるようになっていくんじゃないですか。ということで今回は終わりということで、新しいルールの始まりですと。新しいルールの始まりということで、はい、今後も頑張っていきましょうということで、また来週は、まあ、くれぐれも本当、はい、最後になりますけど、食っていうのが大テーマになってくると思うんで、はい、本当ね、私もちょっと始めようと思ってるんですけど、お野菜みんな自分で作りましょうみたいな。ぜひやってください。あの、うちの親父とかもやって楽しんでます、やっぱり。本当食生活はいいと思います、めっちゃ。はい。はい、じゃあまた来週は、またこう、気持ちとかね、あの未来に向けてのいいようなテーマを用意して、あの今回はお金の話が連続で続いちゃいましたけど。今日はもうわけわからん話になったね、これ。いや、でもあれですよ、結局お金と仕組みと、あと結局が人生のピラミッドだ、結局お金が全てじゃないよって話じゃないですか。もうどうでもいい話なんか、もう終わっていくもんですから、これ。うん。じゃあまた楽しんでいきましょう。そんな感じかな。はい、今日はこれ。それだけで今日は終わりました。また来週もお願いします。はい、さよなら。さよなら。今のテレポートでいいよ。はい、入ります。はい。